日本のピアニストは高い技術力を持っているにもかかわらずリズムに自信がない？パーカッション&ドラムの講師歴29年の藤翔太郎氏がミュージシャン人生の全てを注いだピアニストがアンサンブル方式で楽しめるリズムトレーニングを考案しました。こんにちは、神戸の音楽教室サークル音楽教室のスタッフ水谷香奈と申します。サークル音楽教室は2009年の設立以降、音楽によって人が集まり輪が広がるをテーマに神戸の人々に愛されてきました。サークル音楽教室代表の藤翔太郎氏は学生の頃よりプロのドラマー&パーカッショニストとして活躍されてきました。クラシックのほか、日本ではまだ未発達なラテン音楽やカホンに深い関心を持ち、日本では取り扱っている教材が少ない中、研究を重ねられてきました。ラテンや様々な民族音楽をいかにポピュラー音楽に落とし込み、演奏するかについて教える教則本を独自に編み出し、多くの方に好評いただいています。藤翔太郎氏は長年の音楽活動とインストラクターとしての経験からある事実に気づいたといいます。日本のピアニストは高い技術力を持っているにもかかわらずリズムに自信がないという事実です。近年日本においてピアノの奏者指導者の先生方はクラシックだけにとどまらずポピュラー音楽を演奏したり指導する機会が増えています。しかし藤翔太郎氏のカホンやドラムを習いに来られる生徒様の中にはピアノ奏者やピアノ指導者が多くいらっしゃいますが、ポピュラー音楽を演奏するときにリズムに自信がないとおっしゃる方が非常に多いように見受けられます。そのためカホンやドラムのようなリズム楽器に触れリズム感を養おうと努力されているようです。ですがピアノ演奏でのリズム感を養うのに打楽器を練習するというのは無駄とは言いませんが、いささか遠回りなのではないでしょうか。なぜなら分野が違うことを研究するのはそれなりの時間と労力、そしてお金がかかってしまうからです。できることなら専門のピアノを通じてリズムトレーニングを行うことができれば一番の近道ではないかと考えました。日本のピアニストの音楽能力は非常に高いですし、ピアノのキャリアも幼少からという方も多いのに、日本人はどうしてリズムに対して苦手意識を持っているのでしょうか。それは文化や習慣の違いが大きく影響しているのではないかと考えられます。藤翔太郎氏は日本人のリズム感は感じ方が逆さまになっていないかと長年感じてきたそうです。例えば英語の発音だとバナナが日本語の発音だとバナナになりますね。このようにアクセントの違いから音楽においても言っていることは同じでも相まったようにならない場合があるのではないかと考えているそうです。こちらの書籍に大きな影響を受け、楽しくリズム習慣を変えていくことができないかと考えるようになったそうです。友寄隆也氏は著書日本人のためのリズム感トレーニング理論の中で、日本では武道やクワやノコギリのような道具の中に弾きの文化が見られるとされ、一方西洋社会特有の体の使い方に血の文化があり、予備動作と結びつくことにより弾力性のある周期性をもたらし、強く押せば押すほどその反動として返しアップビートが生まれ、押すビート、ダウンビート、そして返しのビート、アップビートの繰り返しがビートという生き物のリズム、周期性なのですと述べています。トニー T こと七類誠一郎氏は著書黒人リズム感の秘密の中で、人種を問わず子供から大人までノリのリズムの後天的な体得は可能であると述べています。ポピュラーやダンス音楽のように踊らす音楽に対しじっと静かに聴きなさいという教育を受けてきた日本人は特にリズムに対して苦手意識を持っているのかもしれませんね。クラシックのピアノ奏者はほとんどの方が幼少期よりとても多くの音楽の知識や経験を積んでおり、非常に音楽能力は高いと言えます。純粋に音楽としても楽しみながら弾くことができるこのトレーニングにより、ノリのリズム感を得得し、リズムに対する自信を持っていただけると思っています。それではピアニストのためのリズムトレーニングの発案者の先生方のプロフィールのご紹介です。作曲を担当した小野田京子氏のプロフィールはこちらです。スマップスマップの CM 映像の音楽や
XJAPAN 都市の楽曲アレンジを務め上げられました。作曲家ピアニストの小野田京子と申します。今回パーカッショニストの藤翔太郎さんとともに、テクニックがあり音楽に造詣のあるクラシックの奏者の皆様のために、よりポップス、ジャズ、ラテン、それらが持つグルーヴを表現していただくために、楽しく体感できるような作品作りをさせていただきました。リズムとハーモニーが持つ可能性を余すところなく表現されている教材となっています。ぜひ楽しんで練習していただければと思います。続いてピアニストのためのリズムトレーニングの発案者の藤翔太郎氏のプロフィールはこちらです。 NHK 連続テレビ小説べっぴんさんにおいて、ジャズドラムの吹き替えや俳優林遣都さんの指導を行った奏者です。ドラムパーカッションの藤翔太郎です。この教則本は一人では感じることが難しいメトロノームを、私藤がガイドしたり、小野田京子氏の作曲により弾きたくなるとても美しくかっこいい曲を使用し、ピアニストに楽しく続けられるリズムトレーニングとなっておりますので、ご期待ください。書籍の収録内容はこちらです。プロのピアノ奏者、ピアノの先生も生徒さんも弾きたくなる小野田京子氏による素敵な楽曲、パーカッションとのアンサンブル音源、ダンサーミキ氏によるリズムを感じるための基本動作ビデオ、ポピュラー用の習慣を身につけるためのボディームーブメント、メトロノームとミキさんのボディームーブメント、手拍子とミキさんボディームーブメント、曲とミキさんのボディームーブメント、藤翔太郎氏によるリズムの形式によりどのような特徴があるかの解説、メトロノームのいい使い方、コツ、そしてガイド付きメトロノーム練習音源、ピアノマイナスワンのメトロノームとパーカッション音源、ピアノマイナスワン、パーカッション音源などを考えています。この教則本では、様々なリズムスタイルを網羅することができる楽曲をご用意しています。8ビート、16ビート、1分の12、トリプレットやシャッフル、ジャズスイング。シェイクのリズムやキメの形。ラテンリズムのいろいろ。リズムトレーニングというと、子供用であったり初心者用のいい本は存在しますが、それらは音楽能力の高いピアノ奏者はすでにできること、知っていることばかりです。にもかかわらず不安や自信のなさを抱えています。藤翔太郎氏考案のピアニストのためのリズムトレーニングは、従来のリズムトレーニング本と比べ、パーカッション奏者がピアニストの練習を手伝いガイドする方法ですので、より楽しめる続けやすいトレーニング本となるでしょう。子供からプロのピアニストに至るまで、リズムの真髄を感じてもらえる教則本になることを自負しております。この教材を使い、ピアニストのためのリズムトレーニングレッスンやセミナー、ワークショップを行い、音楽をもっと普及していこうと考えています。このような音楽普及の形に共感していただける出版社様がいらっしゃいましたら、ぜひお力をお貸しいただきたいです。